こんにちは。私以前素数のに関する動画で、素数は無限に存在するにもかかわらず、素数がずっと登場しない区間もあるという、内容の動画をアップしたんですが、その素数が無限であるという証明の中で、一つ間違いを犯してしまったので、訂正させていただきます。素数が無限にあるという証明、最大の素数 P が、素数が仮に有限で最大の素数 P が存在したと仮定すると、2×3×5×7×っていうふうにありとあらゆる素数を掛け算して、それに1を足した数9、これは2で割っても1余るし、3で割っても1余る、5で割っても1余る、ありとあらゆる素数で割っても1余ってしまう、ありとあらゆる素数で割り切れない数なんで、これを素数だと言ってしまったんですが、これは素数とは限りません。ただし P までの素数では割り切れないんですが、これよりも大きい、なんかこれよりも大きい素数同士の掛け算に素因数分解される可能性はまだ残っていると。でも、P が最大であるという仮定自体は、これが素数じゃなくてもこれよりも大きい素数が存在するんで、素数が無限であるという証明自体には間違いはないんですが、9は必ずしも素数とは限らないということだけ、訂正させていただきます。で、まあ素数は無限にあると。で、まあせっかくなんで、素数が無限であるにもかかわらず、素数が全然登場しない区間もあるということについて、まあ繰り返しになりますが、お話ししたいと思います。2×3×4× というふうに連続した、自然数をかけていって、まあ、じゃあ仮に101までかけた数を、まあ、何でもいいや、R とでもすると、R 足す2というのは、R っていうのは2の倍数に2を足してるんで、これは2の倍数、素数ではありませんと。で、これの次の数っていうのは、これに1足すんで、R 足す3。この3の倍数に3を足してるんで、素数ではありませんと。以下同様に、次の数の R たす4も4の倍数素数ではないと。以下ずっと R たす101までの連続100個素数は一切ありませんと。連続100個素数は登場しないと。で、まあ、ここで、ここを101なんていう数じゃなく、もっとでかくして、まあ、例えば1系1と。1系1にすれば、連続1系もの間素数が登場しない区間が存在すると。で、まあお気づきのように、ここはもうどんどんいくらでも大きくできるということは、素数がずっと連続して登場しない区間があるにもかかわらず、でも、さっき証明したように素数は無限に存在するんで、必ずその先にポツンとあるということが、まあ素数の不思議な性質で、素数についてはまだまだわからないことが多く、多くの数学者を悩ましている数であります。と。じゃあ以上です。ありがとうございました。